こんにちは、ネモです。パワプルアプリやっていきます。今回は仙道くん8章いきたいと思います。早速いきましょう。で、今回招き猫と友達スタンプ持ってきてます。早速使います。イベントデッキこんな感じです。神宮寺、仙道くん、ハッチ、ヤギュウちゃん、ノーミ、大地とデビュー戦ですね。35になりましたので、早速使って使用感を確かめたいなと思っています。アベヒ、パワヒ、降格、初級、大大不思議と、もう本当に申し分ないコツですね。これ以上のキャラは本当にいないんじゃないかというぐらいのコツを持ってますね。で、35になると、スペシャルタックと技術ボーナスが10につきますと、やる気効果50もあるので、脳筋も相性は悪くないんじゃないかなというところでありますね。行きましょう。食べ日もらうか。うん、さすが神宮寺。神宮寺といえば阿部日みたいなとこありますからね。うん、いいぞ。あっち、よーし、ナイス、4だ。おお、わ、すごい当たりだ。軽々と外野の頭を越えていったぞ。緑。仙道が学んでいる、一撃必殺を掲げる流派のこと。一戦流というの。ほらいいほらいいほらいいく初球を見逃してから全くやる気を感じられなかったです。ああ、なるほど。やる気なくなっちゃうんだ。で、あっち、飲む。うん。あとはイベント次第だな、ほんとに。いいですね、ライチン。で、ムード取れなさそうだな。取れるか。うん、ナイス、開演。かなりいい流れですね。で、ハッチハッチ。ノン。いや、これ、いいね、人が。ひでえな。大地いきますか。突如流れなくなりましたね。うわ、いねえぞ、人、ほんとに。お、さっと来て、やる気じゃねえ。評価10上がってほしいですね。そこそこ集まってるぞと。ライオン。タイエース。うん、行くか、ハッチいるし。よし。よし。ナイス。お、いいですね。俺もモテたい。いつかきっと。うん、神宮寺強いな、やっぱり。あとはコンボにも期待したいですね。能見神宮寺、あとはハッチと仙道。あー、粘り。おー、正直はすごいですよ。おおおお、一戦流機械術。ま、待て、大津殿、お金を入れるのか、そこに。すげえ時代遅れのやつだな。で、これちょっと金得イベントだよな。
ちょっと待ってください。これおそらく金属イベントなので、仙道くんお手伝いがいいのかな。買わせてみる。ねえ、それが死にできるだろうか。興味手探るな、言うな気なの。正しい行いとし、それをしないことは勇気がないことと同じであるという意味の言葉。ほうほうほう。あれ、これでよかったな。女のことを少し掴んだ。これでよかったのか、ちょっとわかんないですね。僕も初仕様なんで何とも言えないですけど。よかったのかな。で、出発。おお、強すぎ技術ボーナス。いくか、これ。できたらライチ変えられたらでかいけど。まあ、いいかな。一発ぐらいやる。ひらめいてないしな。ひらめいてないしな。うん、まあいいでしょう。ひらめいた。強い。うん、ナイスバナナですね。おお、来たー。おーい、それがしい話聞けて。それがし極みって名前なのか。二刀流と一刀流のどっちが強いか試そうと流れになったのか。おお、そういうこと。ああ、剣道つながりですね、確かに。勝負。弱い。焦げた。あ、これ成功したのか。佐藤龍と勝負。うわー、これ半端ない強いっすね。これすごいな。評価2人5上がって40 40 20 20度。いやー、これ金得だもんな。しかも大いにありですね。でライチパッチも割ってると。ただ貴重な敏将と、まあこっちだな。さすがに。うわ、すげえ。このコンボ強いな。しかも連打もなんかもらえたし。大ありだな。うわぁ !3 人。しかもハッチが絡んでる。いけるかな。31、まあ、ちょっと回してみたかな。十分じゃないか。怪我リスクも高いですから。よし。おお、金利入ったの大きいですね。ナイス、ライチ。いやー、ナイス、セクション1。うん、ナイス、セクション1ですね。1000点超えてますね。あと、ハッチ、彼女、早く。うん、仙道も行きましたね。やめて。うわぁ、うわぁ、かまいいね。オッケー、ナイスー、チャンスー。つけよう。最高だ、ハッチ、ナイス。超カバー。ライチ行きますか。全員。ライチ行くんだけど、どうしようかな。
芋を集めていく。うん、ひとまずこれ拾いましょうか。広角広角、よし、ナイス。震えるいい流れだな。センス丸だったらよかったな。うん、神宮寺じゃなくて農民の方がいいかもしれないですね、そう思うと。お、仙道士。ただもういぶし銀以外いらんのんだよな。なのでちょっとメンタル先やっちゃうか。うん、2人だからこれでもいいけど。おおおおおお、まあいいか。いやいや、やっちゃうか。パッチ。よし、ナイス。うん、すこぶるいい流れですね。打撃術、奥義があるんだ。回転力、なるほど。手伝う、これですね。手伝う、おお、3人。メンタルメンタル変えてけ。チャンス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 。オッケー、やる気たんよう。うん、やっぱ走りますね。脳みたく走ってほしいですね。体力を最大値上げれるんで、あとはハッチか。おい、飲み。左、阿部ひ、合格。え、レンが飛ぶか。はい、はい、でしょ。オッケー、いぶし、来ない。よしよし、やるキャップ。うん、脳みメンタル集めちゃいましょう。神宮寺でもよかったかもしれないですけど、まあ精神レベルはアップですね。パッチはよ、おい男にしてください。さよなら男。うん、いい流れだ。うん、メンタル、はい。低めの打撃を覚えてもらいましょう。うん、ハッチだとちょっと物足りないですね。敏捷41で、まあ、1、お、まあいいか、3なら。あー、ライチくん、パワーヒー初、あ、初級よね。うん、ナイス、すごい、ガツガツハマってますね。
精神はもうかなり入ったでしょ。 OK。 でずっと光ってんだけど精神すげえな。お、筋力臨床。おい。なんで合いびきなんだ。熱意で行う。やばい。熱湯か。座禅だ。激辛料理。無表情でくすぐり攻撃に耐えるぞ。結局するんだ。あ、でも体力の回復。おー、逆境くれるんだ、しかも。いいじゃん。え、こいつ強いんじゃない普通に。誰が取るか。逆境1でいいか。うん、1でいいですよ。強い。よし、よし、オッケー。コツ回収完璧ですね、ほぼほぼ。かなり、やばいやばい、光りすぎ光りすぎ、ゲームだし。で、ノーミーでいいんだけど、走塁か。走塁チャンスメーカー。ため。オッケー、チャンス流し。待てい。で、流し打ち。すごいっすね、このコツ回線。神々なし。いや、これ結構来てるな。強い気がするけど。おい、ダブル、センド。まあ、いいでしょう、こうメンタルで。終われば。もう、センドのコツいらんすからね、パーヒー以外。これは結構いってるんじゃないか。絶えず練習しましたからね。うん、2840。8彼女でこれならかなりだな。お、来た。肩上げてね。ぜぜ。おお、成功していく。おっしゃい。これうわ、センスでガチ育成したかったな。はい、マネーとかも取りますか。取って大丈夫なよ。うん、線、いや、こっちだな。打撃ですね。おっしゃー、すぐ集まるな。素晴らしき。いや、これイベントが本当に完璧に噛み合ってますね。コツも一緒に練習されてないんじゃないか。今の阿部日ぐらいですもんね。なんか失敗したな、取り方。阿部日もう終わってんもん。強っ。これいい感じだな。ちょっと上げるか。覚醒してくんねえかな。おお、強い強い。バチコン。飲み込み飲み込み。パッチコン。骨、ね。おお、強い。鮮度強いな。技術ボーナス。86か。ライチのタックルくれんな。まあ、ライチは技術ボーナスついてないから、不利っちゃ不利ですけど。オッケー、この噛み合い具合。いや、これはなかなかいい感じのサクセスしてるな。うん、精神もかなり稼ぎましたから、筋力ぐらいかな。いや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 、きついです、きついです。
やはりセンスじゃないときついです。それは間違いない。あとは脱臼伸びチャンスメーカー、この辺が欲しいですね。いや、金徳が一つ増える、しかもメッタ打ちってマジで美味しいな。ナイス広角打法、弾道2でしたけどなんとかなりましたね。いいぞこれ。飲む。やっぱハッチいるとほんと半端ないな、この伸びが。はい、でいいでしょう。はい、まあまあいい。あと集まれ。集まんねえか。農民農民って何くれんの。チャンスメーカー、はい、走塁。ダメだ、筋力がやばい。ギリギリまで引きつけ、一気に力を、この一瞬だ。やばい、めちゃくちゃ飲んじゃった。これは成功したっぽいな。ああ、自分の番か。わかった、俺やってみるよ。シュッカーン。おお、できちゃったっぽいな。ああ、よかったよかった。ボテボテのボンゴロ。いやーいいっすね。打球伸び3ゲットできました。おおおお、肩3いる。しかもいいメンバー。まさかの筋力問題が解決するかも。ちょっと早めに伸びさん。 OK、 もう5いっていいでしょう。バチコーン。いいよ、いいタイミングだよ。精神あんだけやって肩集められたな。ノーマーナーい。来い、ガツン、一人。うっ、うわぁ、走塁か。走塁っすか。筋力入るけどな。いや、いいんじゃないか、これ、盆栽だし。ベンチあるし。筋力これだしな。よし、これ思い切っていきましょうか。キングジは肩にしとくか。いや、いいか、いっちゃいっちゃい。ちょマジで今どんな感じ。おう、倍にできるな。脳みちょ、やばいやばい、のみさん。OK。で、電池が結構なくなりましたと。ゲッツー。あ、キノビ行くかな、もう。パワー暇だですからね。OK、OK。いや、盆栽の割に全然いってるぞ。一人、仙道一。あー、行っていいですね、監督も。あ、かわいい。ダメだ、こいつ。ちょっと怪しい練習マンっぽい。おーい、マジか。
18%、電池11。4人だったら去っていきたいんだけどな。デートしましょうか。スルーで。おお、マジでそんなに2回も連続で来るならやっとけよかったな的な。レンタル置いとくか。いやいやいや、123、 OK、 ナイス。パヒ、よーし。おお、機械術見る。おお、走塁骨か。なんだろうな、もう一個くれんの。おお、欲しいポイントのとこに来たけど、どうしよう。ライチか。いや、これ、いっとくべきじゃんか。これ、いっとくべきじゃないか。まず、走塁取っちゃうか。いやー、これ、直撃じゃないか。ちょっとチャレンジしますか。インコース取るか。強いなこいつマジで。チャレンジ。ライチ。ライチ。ライチ。オッケー。まあ最低限。うん、いいでしょう。パワーヒー。電池10回復した。うん、デートでいいですね。パワーヒー。あ、これ結構強いな。うん、6386も出てるさ。これ、すごいな。ものすごい噛み合ってるな、先導で。ああ、なるほどね。これは一度、回復待機。確かに休んでないもんな。ハッチ、野牛。守備職人欲しいっちゃ欲しいですね。あ、これ無理してもしゃあないんだよな。野牛は打撃。なんか拾いたいな、できたら。筋力か守備で拾いましょうか。うん、これ流れ次第では1万いけます。うわー、強い強い。あ、ノーミント効果も安定っぽいけどな。ポイントは筋力欲しいんでどうすかなっていう感じはありますけど。鮮度を回して。筋力はメンタル。まあまあいいでしょう。頼むよ。小さい子に勝てるパワーあるよ。
よい、ケイ、ロボヒゲット。ロボヒゲットじゃねえや。金徳ゲットですね。ロボヒも後でもらいますね。よし。教えてもらう。精神下がるからあれですけど。もうメタ打ち取りますか。うわ、きつ、筋力。筋力がとにかくきつい。うおー、ライチないからあれかな。ちょっと回すだけ回す。うん、90だもんな。これ絶対大したことないぞ。絶対大したことない。オッケー。あー、ライチ来てる。筋力、ライチ筋力は行きたい。固め打ち、くそ、肩、よし。どこで拾わずして、どこで筋力を拾うんだ。うん、練習もちょこちょこ拾えて、なんか素晴らしい流れだな。最後かけますか、じゃあ。で、うわ、筋力足りんね。いや、やっぱ盆栽6000点稼いでもこれだもんな、セックさんで。重なれ。いいね。守備かメンタル。うん、何しようかな。拾えるコツか。守備職人か。やっぱこれかな。できるんだ。打撃メンタルに輝け。まあ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 、技術もらうかな。筋力、まあ、鮮度でもいいかな。技術結構入りますね。いや、もっと高みを目指そう。ここまで来たら。ちょ、能見さん、チャンスメーカー早め。来い。おー、いいっすね。強っ。しかし強い。千丸と変わらないぐらいのレベルだ。めちゃくちゃいい先導初回になってますね。株爆上がりじゃないですか。こいつ45にしてもいいな。うん、しっかり乾燥したいですね、今回の。てか、何がうまくいったというか、全体的に
コツの回収、電池の回し、こまごましたひらめき練習、この辺が噛み合ってますね。ハッチもまだまだ強いな。そしてここ固まってるから強いけど、精神でいいか。おい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 、君たちスカウト筋力、うわー、きっちいなー、きっちいっすね。強いんだけどな、盆栽だからな。いや、今までで、ね、作った盆栽で一番強くなる気しますね。投げた、打った、これは強烈、いった、入った入った。セクヨンもそんなに点数伸びてる感じしないですけど、練習自体悪くなかったですからね。第2球期待できると思います。あとはチャンスメーカーだな。6回の裏、ブレインマッスル攻撃に入ります。先頭バッターは大津、今日3打点を挙げています。頼むぞ、のおじちゃん。第2球投げました。これはいい当たりだ、左中間大きいぞ、場外。技術精神もあるからね。ブレインマッスル攻撃に入ります。やっぱトップバッターは大津、今日はチームの全打点を叩き出しています。肩は上げられなさそうですね。第2球投げました、もうこれは完全なボール球、カウントワンボールワンストライク。ナイスコース、ボルホシ掴んだ、アウト、ワンアウトランナー。ま、大丈夫でしょう。ライチが7番ってすごい打線だな。6番かな。オッケー、神宮寺まで成功してるからな。 OK、 筋力ライチ、あ、筋力ですね。こちらもポイント大きいけどな。50、技術もらっとくか。69か、66、こっちの方があるな。えい、ゴミ光らん、強っ、鮮度ありありだな、強いぞ。うわこれ強っ、なんか想像以上にすげえ強いんだから。輝き破り取るかな、精神あるもんな。ささやき上り上司、うわ重い、もう重くなってきた。あ、ささやき1位だな。臨床、まあ総力も A いけそうな感じですよね。ブレインバスリードで迎える1回です。いや、こいつはかつてない盆栽、盆栽の中でも一番強いですね。ブレインバス追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー。やっぱりハッチが入ることで練習の回数が相当増やせるのと、ハッチの運やっぱ強烈だな。攻撃に入ります。おかしいもんな。先頭バッターは大津、今日4打点を挙げています。第2球、新島の方が強いとは思います、個人的に。ただハッチもハマると本当にもうちょっとハマってほしかったな。でも序盤でバンバンあの体力ゲージ上がるのが来るとずっと練習できるんですね。あとはまあ貴重な敏捷ボーナスは大きいですよね。ハッチ入れると OK。 第1、6番すげえな。 OK、 処理経験点減るからそれがきついな。のみのみのみ、野球
あ、貴重な筋力、まあ2個なんだけどな。剣道にしますか。145か。あー、これいっちゃうとちょっと怪しいな。怪しくなる。いや、すごいぞ、これ。あー、速攻とか取りたいけど、きついな。はい、なんか、もろもろきついですね。いや、すごいんだけど、きついな。センスが欲しかった。とにかくって感じですね。お待たせいたしました。4番。ブレインバス、先制のチャンスです。ツーアウトランナー、ヘイ。いや、これは本当に両サクセスですね。特にこうバランスよく点数を稼いで大きく経験点を伸ばしたっていうサクセスはあんまりないんじゃないかなっていうか、今日2打席連続でホームラン打った。これは強烈。こういう多い、ちょ待って、マジでこいつは許してくれ。1点を追いかけます。ブレインマッスル攻撃に入ります。この回の先頭バッターは大津、今日4打点を挙げています。投げた、シンカーはボール、ここはよく選びました。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、ちょシュートに行きたくないぐらいレベル。第4球を投げた、4球目ストライク。次は5球目、アウトコース低め、外れてボール、フルカウント。第6球を投げた、うわ、フォアボール。変化球外れた、フォアボール。嘘でしょ。ブレインマッスル2回戦で姿を消すことになりました。いや、これはひどい、これはひどすぎる。これは動画投稿しますが、ひでえ。おい、マジかよ。あー、500点飛んだ。いや、これひどいっすね。おい、文部高校、マジかよ。うわー、1万ワンチャンスあったなー。いや、ないかなー。どうでしょうね。うわ、でも、うわー、9000後半は絶対いけてたなー。ひでえ。なんてひどい結果なんだ。うわ、 S 乗らねえ。いや、これはひどいっすね、マジで。文部高校ゆるふすマジですね。あー、取れない。もろちょっともろもろ取れないぞ。くっそ悔しい。45。いやー、これきついな。守備職だな。守備職バント。いやー、いかんわ。いやー、マジかい。いや、これはショックが大きいですね。結構いけてたなぁ。うーわ、これどういうことやね。はい。うーわー、S 級はいけましたね、間違いなく。いやー、ちょー、いやー、35でこの強さありますからね。見れないか。で、今回はサクセスの流れがかなり良かったってのもありますが、まあ強いっすね。
もう本当動画を見ていただいた通りだと思います。まあ強いと、僕はこのボックスガチャ頑張る価値あるんじゃないかなと思います。もしくは時間がなければ、まあゴールドの方のガチャを引いて、こいつは45にしといても、もしくはまあ35最低でも SR 取っといてもいいキャラだと思います。普通に強い、ハッチともめった打ちのコンボあるし、いやもうこれほんとチャンスメーカー、最後ノーミーパーって光ってね、えライチが光ってそこにチャンスメーカー来てたら完璧でしたけど、くっそめっちゃ悔しいわこれ。うわ惜しかったな。うん、これは相当悔しいですね。くっそ、おいおい文部高校マジ空気読めよっていう感じですね。さすがにいやー、全打席ホームラン打って最後フォアボールじゃもう、でもどうしようもなかったっすね。はい。ぜひぜひ皆さんのライクボタン、慰めコメントお待ちしております。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。